うわ、また雨降ってきたな。やんだと思ったんだけど、マジかよこれ。よいしょ。ここにチャリンコ隠そうかな。一丁目エリア行って、とりあえず一丁目で、一丁目二丁目で線は吐きたいから、パラパラな雨やな。どうしようこれ。ちょっとどっかで雨宿り。ああ。雨宿りできそうなとこね。ああ、ニャタダヤさんもコンティニコニャです。皆さんコンティニコニャです。よし、ちょっと一旦ここで、一旦ここで雨宿りさせてもらおう。させていただこう。
中どこだ。何してんの、雨宿りしてんの、雨宿りしてんの。全然雨が止まないわ、やべえなこれ。今日
ちゃ雨で濡れてひっついとんねん。バカ取るって言われる。イライラしてまんねん、イライラ。こっちもね、イライラしながら巻いとりまんねんで。だいぶ負けたよ。でここで濡れたやつをね、処分できたので。勝たなくていいでしょ、別に。俺もランチ食おうかな、昼飯食おうかな、嫌なんて言うだろ。全然やむ気配ないんだけど、全くやむ気配がないですけど。でも今日400円ぐらいすでに稼いだからね。早いでしょ。あ、400円じゃない、40円だわ。1枚20円で計算してたわ。1枚2円だったわ。ああ。
ちなみにね、YouTube の、プロフィール欄のおすすめ動画、9万1000再生回数を超えました。9万1000再生超えたんだけど、一本の動画でよ。一本の動画で9万1000再生。しかも、俺ちゃん動画保有数が3800ぐらいあるから。総視聴数もほんまは100万超えてんだけど、本当はね。あの車邪魔やな。入っていけよな。アホかこいつ。ふざけんな。日本だけがね、9万を超えたけど。生配信なんて過疎でも何でもいいな。生配信なんて過疎でも何でもいいな。過疎でも何だっていいんですよ。アイテムを投げてくれたら何だっていいんだよ。あ、指導員兼ドライバーさん募集。マジでか。950円安っ。よう普通ね。しかも5時間しか勤務時間。うわ、ちょっと雨が強すぎてこれやばいわ。雨にしか見えないだろうって、どうせこれ配信上普通の雨にしか見えないだろう。すげえ土砂降りなんだけど、いやすごい音してんだけど、雨の音で何も聞こえないんだけど、なんでこいつこんな下手くそなの。どうしたの。え、おじいちゃん、おじいちゃん、どうしたの。おじいちゃん、おじいちゃん、歩道走ってる。おじいちゃん、え、どこ行くの。おじいちゃん、もうその辺にガッシャンってぶつけへんかな。おもろいのにな。このままガッシャンってぶつけたら面白いのにな。はい、道交法違反です。歩道の前を走ってます。道交法違反です。演技じゃねえ。演技って何なの。演技って何なの。雨が強い演技って何。何がしたいんやろ。いらない、いらない。めっちゃいい天気でしょ。やむ気配なくなったんだけど、ここまで来て動けなくなって、やむ気配なくなったんだけど、俺はどうしたらいいの。俺はどうしたらいいのだ。足光りで痛い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 言う。痛い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 言うで。でこいつなんかもう出発しそうやけど、何なのこれ。動くで、動くで、また動いた。何なのこれ。何がしたいのこれ。その辺の方もガッシャンいけへんから。ガッシャン神回なんだけど、その辺の方もガッシャンって当たったら神回なんだけど、なんで今日は手間コアカウントでしてんの。ツイキャスのこと何個持ってんだよ。
とバックしてくる、またバックしてくる。雨なのでリアと突待ちします雨なのでリアと突待ちします。雨なのでハッシュタグ何しよう。やまないわ雨、全然やまないわ。こういうことね、結局荷物下ろしたかったっていう。いやー、しかしこれ全く止む気配ないんだけど、どういうこと雨と戦う。あー、もう全然あのね、地面見てもそんな降ってるような気配しないでしょ。上見たらもうずーっとジュルジュルジュルとシャワー並みに降ってるからね。これシャワーできるよ。シャンプー持ってきてねえよ。固形石鹸でもこれシャンプーできたな今日は。マジで全然シャンプーできるだけ降ってるよ。余裕でシャンプーできる。あーもうやべえ。毎日見えないだろう。スマホ持ちながらやってないんだから見えないだろう。やべえなあ、これ全く1ミリも動けないぞ。これ今日やばいぞこれ。連れてきてないから、連れてこれないから、そんなの。やべえなあ。坂がないわ、ここ。めっちゃやばいんだけど。一瞬の晴れ間の間にチラシを取りに行ってしまって移動してしまって帰りにくくなったんだけど、どうしたらいいのこれ。どうしたらいいのこれ。やべえなあ、動けねえな。
台風がもうちょっと勢いよく北上してくれて雨雲を釣ってくれたら、ね、あれなんだやべえなこれ。家の気配は全くない。傘持ってくればよかったな。それに傘置いてないかな。パチンコ屋の傘借りようかな。パチンコ屋までたどり着けないよこれ。立ってるだけで体力消耗しちゃうんだけど、やばくない？嫁が濡れるだろ。まあ、動画さえたくさん撮っときゃね、嫁が遠隔操作で家で動画アップしてくれるから。だけは無駄に立っているんだけど、どうしようかな。あのファンのついてる作業服って涼しいの？え、テマちゃんファンのついてる作業服着てんの？買ってよ。悪いからすんねやろ。あれやろ。どんだけしまへん。あの写真この人の雨の中で頭を振ってる。しゃぶりの雨なんか、おりちゃんみたいに傘も刺さずにチャリンコで走ってるバカがやってきた。シャワー浴びてるの。お前もシャワー浴びてるの。お前もおりちゃんってシャワー浴びてるのか。お前もな、な、な、お前も隣の建物までも行けないからね、これ雨が強すぎて。やばいでしょ、これ。なんで出れるんだよ、おかしいだろ。
そうでしょ。金映えとかは絶対バンにしないと。そういうことなんです。そういうことなんです。ね、集金ツールがなくなったら金映えも飯食えないんだよ。そういうことなんですよ。そうそう、香川バーとキャスバーできになってね。まあ使い道がなくなったら、まあまたポイするだけでね、それを繰り返せば金牌はいつまでも永久期間で稼げるから。あ、マジでか。配信してんのやめたんじゃねえのかよ。やめたんじゃねえのかよ。頑張って稼いで、稼いだ金を俺に返してくれ。ツイキャスでお茶箱50か、もしくはお茶箱100をたくさん投げてくれ。利息も込みで。あー、雨やまねえな。おい、やまねえ。雨やまねえ。ミズニャンでしょ。え、行ったところでだって金ないんだろ。だから3万ぐらいは持っとるやろ。払う気がないのか仕方がない。そんなみんなどっちに来いと思ってクズどもって、自分が使う金のことは、ね、これは絶対いる金やけど、人に借りた金のことはね、絶対いる金ではないから。それはいかに返さないとこうかっていうことだけをしか考えないのがね、あの金借りるやつの心理だから。借りたものは俺のものですね。必死こいて返そうなんてなかなかいないからね。まあ、同級生の連れは返してきたけどね、10万。もう今俺ちゃん10万円貸す金もないよ。毎月赤字だわ。こっちが貸してほしいわ。こっちが毎月20万円欲しいわ。それもおかしな話やけどね。あかんわ、他人に金借りなあかんぐらいだったらタバコやめてよ。当たり前だよ。なんで贅沢してんだよ。どっちでもいいねんけど、そのことや。雨やまねえな。降りこうかな。雨止まないわ。雨止まないわ。ちなみにアコムからね、いくら取り返したんかな、十何万ぐらい取り返したらしいよ。やるな、平松防法律事務所。行こうかな、マジでこの中華屋行こうかな。めっちゃいい匂いしてんねんけど、全然やまへん。時間無駄でしょ、これ。朝一本誰かくれたら、ちょっと用心ねんけど。朝もないしな。まあ、配信してるからね、急に傘が手に入れたらね、おかしいでしょ。配信してる途中で急に傘手に入れたらおかしいでしょ、どう考えても。何言われるかわからない。傘ない手にしとかんと。このチャリンコにいっぱい傘ついてるけど、100円の。
しいでしょ。洗車機の中に一人だけポテト出て、あっちゃこっちゃから水がーかけられる。今日しか休みがなかった。なんやったら今日も仕事しようかなと思ってたのに、2時から派遣行こうと思ってたのに、だからあえて今日も休み取って、で台風が来ちゃったの、仕方がないでしょ。ちなみに明日も空いてる。もうこんなんだったらもう今日派遣行っときゃよかったよマジで。まあ入ったらどうかは疑問なんだよ。やまないね、本当にやまないね、マジでやまないね、これ。やばくない？全くやむ気配ないんだけど。もらうために、ああ全然やまないね。カッパっていくらすんやろな。100均でカッパ売ってる。いやそもそも100均にたどり着かへんわ。今日今さえ濡れなかったらすぐに、なんだっていいんだけど、なんだったらビニールで作ってくれてもいいんだけど、なんか40リットルのこういうところ貸してくれないかな。このおっさんもパッパ作るやん、パッパ作るやん、上下のパッパ作るやん。暑いでしょ。なんで6000円のお金もらうために1000円払わないといけないの？ 5000 円しかもらえなくなるじゃん。
しいでしょ。でもいい加減やんでくれよ、お前って。天気変全くないな。しかし、ようさっき晴れてたよね。ようあの晴れ合間に取りに行けたよな、チラシマジで。すごくない？3000枚単巻きだから別にもう5時間ぐらいあれば負けんだけどね。でも今から5時間でもう6時になっちゃうよ。やんでくれないと。6時ぐらいまで雨止まないらしいんだけど。どうすんのかこれ。これ満喫もないんですよ。満喫がないんだけど、駅も近くもないし、駅もちょっと距離がある。おいちゃんとおさきカバンの中からおさきがさちょうど出したところなんだけど、傘盗みたくなる気持ちがわかるわこれ。思いつかないだろ。 100% 思いつかないだろ。あのね、あの彼が脚本を思いついて何かやったとこ見たことある？それが面白かったことが一度でもあるか？君だ、どんな評価してんだよ。どんだけ課題評価してんだよ君たちは。
やんだ方やから、こんなに降ってんの。まあ、中華の家においしいもんな、ここ。全然やむ気配がないんだけど、もうこの今一瞬まだ弱まった方だから、ちょ隣のマンションまで行こうか。ここにいても仕方がないから、とりあえず隣のマンション行くか、チャリンコを持って1個置いていくか、悩ましいところやけど、どうしようかな。行くことを決断するしかねえな、これは。何だよ、忍者みたいってどういうことなんだよ、うん。ここにいても仕方がないわし、間違いないから、とりあえず隣のマンションまで移動してみるか。ではないけど、隣のマンションまで移動するぞ。ワープ、ワープだ。ワープするんだ。いっけー、いっけー。今しかない。動くなら今しかない。今しかない。そう思い込んで。この辺でチャリンコが止めれそうなところを探そう。お、ここ止めれるやん。へぇ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 。あ、ダメだわ。額が決まってるやつだ、これ。あ、行けんじゃない。あ、ここ行ける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 。行ける行ける。はいです。落としてねえわ。よし、これで移動できた。はあ、僕らも雨宿りしながらマンションを探すしかねえな。これは何丁目なんだ。まだ何丁目かよ。マジかよ。よいしょ。
そう。今日しか日がないんで、しゃあないっすね。休んじゃったしね、派遣。できないのかな、せっかく飛躍しようと思ってポスティングしてるのに、天気悪い日に巻いたって日焼けできないでしょうか。だったらないでしょう。それデジタルチラシ巻きだったら、あのそもそもそんな仕事回ってこないでしょう。しかもそれだったら家の中に、家の中にいてたって、あの何も体も動かさないし、何のネタにもならないじゃないですか。それゴロゴロしながら配信してるだけで一緒じゃないですか。ゴロゴロしてて配信しててね、あのみんながあの態度にババ投げしてくれるんだったらいいんだけど、あのクズどもでさえももう最近稼ぎがないでしょう。あれね、稼いでるように見せてね、実はね、ほんまにあの、あんなんね、あの配信者が稼げてるように見えてただけでね、ほんまに運営が投げててね、それに騙されたバカだったちがね、一生懸命ね、あれに乗っかっただけで、結局はね、あの、こっちからした金牌のような人間がね、10人ぐらいおったらそれでいいかな。金牌が100人になったらめっちゃ儲かるな、うん、でも残念ながら金牌しか儲からなかったっていう、金牌と予算しか儲からなかったっていうのが現実ですね。だしね、もうそれありきで金牌も一緒に乗るから、それはそれでいいんじゃない。もっと早く殴れよってぐらいしか思ってないでしょ。いや、流れないですよ。金たちはね、考えがね、あの安直すぎるんですよ。あれは金梅がやってるから閲覧が上がってるだけで、あのお姉ちゃんが別に閲覧持ってるわけでもなんでもないからね。何回もコラボっていうか何回も会ってるけど、おじちゃんで閲覧別に一瞬たりとも伸びなかったでしょ。それをなんかこう、あたかも向こうが数字持ってるかのような錯覚を知ってるのはすごい。
あのね、頭おかしい人を監視するための閲覧はあるかもしれんけど、それ以外の閲覧は全くないってことなんだから、うん、あれば別に金梅とも一緒に、ね、一人で稼いでるんだよ、あんな女だったら我が一人で十分だわぐらいのこといいよりは。でも金梅に頼らないと稼げないっていうのが分かってるから、ますますではないでしょ、あんま変わってないでしょ、ますますではないでしょ、まあ、なんとかしておりちゃんを言いくるめたい気持ちは分からなくもないけど、うん、別に配信業でもなんでもないんだから、なんとも思わないですけどね、まあ、なんせおりちゃんには YouTube があるから、残念ながら、YouTube でちゃんとお金入ってきますから、残念ながら、なんとかして君たちはおりちゃんに稼げないように、稼げないように君たちが一番のアンチなんだから、文句せら言うのに何もお金くれないでしょ、何の支援もしてくれないでしょ、それが一番のアンチですよ、こっちからしたら、うん、マジで割とマジで、うん、だからそれだったらね、それなりのものをねよこせって話、用心棒行くためのジャイロとかレクサスとかね、そういうのを買わせないと、そういうのがないんですよ、うちのリスナーに。あのだから、あの火薬も言うてるけどね、僕が大手にならないのはね、僕が大手にならないのはリスナーのせいなんだから、面白いリスナーが集まればそれだけで大手にもなるしね、くだらないレスナーしかいなかったらそれだけで稼になるんだから、だからなんでそこまでして閲覧を上げないといけないんですか、君たちの言うてることはね、もうわがままだけなんですよ、うん、やってほしかったらそれなりの対価を払えってことですよ、ね、よそには投げてはる人がいてるから、それなりの対価のためにあの人たちはバカをやってるだけであって、あんなもん稼げなかったらバカもやらないでしょ、いや、おかしいだろ、ここで花火って、ね、君たちがおじちゃんにね、毎月毎月定期的に50万振り込んでたらね、もっと楽しい配信をしてあげる、ただそれだけのことです、うん、ただただ見しててね、ああしろこうしろ、うん、NHK の受信料払わないで君たちの分かるわ、うん、あ、でもあの右のね、合計人数はあの増え続けてるから、別に新規が来てないわけではないよ、うん、あ、マジでか、じゃあネットを引いてるんだからね、あのおりちゃんチャンネルにもちゃんとね、あの視聴料払いなさいよって話ですよ、こんにちは、風船1個投げただけで、なんかもう何あれをしろこれをしろっていうレベルのような会話をもう聞き飽きたんで、うん、ファッチの時にそれ聞き飽きました、まあ、ファッチはね、あのふざけてそれでもあのやってましたけど、なんで風船なんでおかしいだろ、知らないですよ、ここはレンタルスタジオ、レンタルスタジオ、ここマンションではないな、あ、だいぶ雨止んできたよ、ほら、おじちゃんがね、真面目に仕分けをしてたらね、こうやってね雨を止んでくるんですよ、
りあえず1丁目まで行きたいんだけどな。よいしょ。飽きてないんかい。よいしょ。真面目なリスナーさんっていうのはね、あのちゃんと俺ちゃんに貢ぐ人のことを言うんですよ。何がいらねえわ。夏休みなんだから JC、JK が来てもいいのにね。来ないね、JC、JK。佐川かな今の大和かな。俺は佐川か。どういうこと？どんちゃんの箱みたいなタバコが減るんだよ。外側から入れる、内側から入れた方がいいよね。この残りの雨がね、早く止んでいってくれればパッ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 と負けるのにね。パッパッパッと終わらしたいんだけど、マジおかしいだろ、花火ってなんだよ。お茶箱だろ、そこは。お茶箱よこせよ。
この貧乏人どもが。呪縛よこせよ。エリアだったら多分5000ぐらい1日で負けたぞこれ。マジで天気良ければね。あの人の時は無理だけど。推薦チェック、クソだ。推薦チェック、クソだ。消したよ、見たよちゃんと。あれも俺ちゃんがジャンクチェックしないわけないでしょ。あなたたちバカなの、バカなのか。あなたたちはね、自販機チェックしないとかバカなのか、違うなのか。当たり前でしょ、そんな。これはマンションの会社なのか、会社説明会、会社やね。代金って書いてあるわ。マンションからまた入っていきそうなんだけど、代金って書いてあるわ。なるほど。それはいいだ。ごめん、ごめん、ごめん。ごめんなさい。みんなに期待しすぎた。ごめん、ごめん。よし、戸建てまかんでもマンションだけで終われんじゃない、今回。うわ、こんな外ポストとかやめてほしいんだけど、マジで。よし、ちょっとリュックをね、背中じゃなくて前に背負います。前背負いにします。リュックを前に背負って、チラシを巻きます。チラシ入れへん、腹立つ。しとるわ。ブッチの位置にたどり着いた。よし、
雨しかないんだ。頭濡れてるもん。内部潜入したいからね、学会に立てるようなもんなんだから、別に何の興味もないんだから他に。何回か座談会見してあげたでしょ、あなたたち。あ、座談会じゃないわ、あの行くの何やったっけ、なんとか会館。行くのはね、文化会館じゃないんですよ。あれ 何会館やったかな。行くの何会館。森ちゃん普通に素通り正規とかに3回入ったからね。配信つけながら3回入ったからね。普通に君らと違って。ああ、そうそう、平和会館、平和、よう知ってんな、よう知ってんな。よいしょ。誰に聞いたらいいの。共産党はよく入ったね、あの選挙前、参議院の時は。共産党の学会、あのチラシ巻きがすごかったよ。ピンクチラシだったらもっと早く待ってるけどね。
で濡れてるからすごい巻き抜けるんだよ。マジか、目撃者が多い方がいいんだけど。てか水にはもうさ、あいつほんまに刑事告発したかったら俺ちゃんに言うたら俺ちゃん一発でしてあげるのにね。窃盗でしかも現金やからね、もう免れようないか、本人認めてるし。雨止まないね、マジで。マンション以外負けないんだけど。
中華そば源さん。店の宣伝しちゃった。店の宣伝してあげちゃった。これは何ですか。ホットマイか。ホットマイ。見たい見たい見たい。視聴料払う。いや、おかしいおかしい。配信したってんやで。金払えよ、金。減らねえわ、チラシ。雨やまねえから、もうとりあえず中止減らうのは、まあ、雨があれだから、雨さえやんぬくれたらもうバンバン減らせる自信あるけどね、こんな1枚だけやし、こんなマンションだらけのエリアやし、ポスティングお断りって書いてあるわ。書いてない部屋だけいたの。あかん、書いてない部屋ないや。入れるなって言ったら入れるやつは入れるんだから、カラスは。ミシンでは使える方大歓迎。パーツ3本集、一般人向け作業ほか45歳くらいの。そう、最近思ってんけど45歳くらいまでっていう募集が多くてさ、俺ちゃん47歳でしょ今年、ダメじゃんと思って、45歳くらいまでくらいやから、まあセーフなのか。45歳までって書かれたらさすがにアウトと思う。45歳くらいまでになったら俺ちゃんセーフ。見た目20代後半にしか見えないのに40代って思わない。あれ40代って聞いてましたけどみたいな。僕46ですけどみたいな。でしょ。でしょ。はいわ、言うなし、それは言うなし。自分ではそう思ってないんだから、そう思わしといてよ。体力は20代じゃないだって。だって20代の子ができない5連勤を平気でやるんだけど、今日ポスティング入れてこれ6連勤だから、休みなしだから、ね、君たち違って。
できたけどな、雨。どうする、パチンコ行く？あ、あったあった、余裕余裕、そんなだから言ってんじゃん、おばちゃん月2日しか休みなかったって。バイト死ぬほど掛け持ちして、バイトで月収30万あったから、だから正社員になる意味が俺ちゃんには分かり理解できないな。だってどこ行ってもあのバイト先の店長とかそういうね、ショップの人に気に入られていっぱい入れてくれるもん。君たちは使えない人間だからね、週に1回か2回しか入れてもらえないのかもしれない。こっちはね、週に7回入れられるんだから。今週休みいるみたいなこと。いや、どっちもいいっすよ、頼むわな。休みなし、なんで店長より俺の方が店にいるんだよ、おかしいだろ。店長や社員よりも俺ちゃんの方が店にいるんだから、その時点でおかしいだろ。昔からアウトよ、昔からアウトですよ。労働基準監督署からしょっちゅう警告来てたよ、そんな。マジで。
とこさ、会社しかないんだからさ。すごいな、今何ピンクチラシ入ってるさ。読めていいに行ってスワッチやっといて、俺ちゃんさえでなければいいんだろ。要するに朝日奈理論、金梅理論、新八丁理論でいくと、俺ちゃんさえ出なければいいんだろ。
繋がってた？今日はね、チラシ巻きして遊んでます。すごい、いつもよく合計人数42人来てるやん、ツイキャス。やばくない？ねえ、カソ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 言うけど、君たち、あ、ちょっと電池なくなってきた。ちょっと バッテリー繋げた。君らカソ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 言うけど、全然カソじゃなくない？君らさ、俺のことカソンシカソンシって言うけど、合計42人も来てるじゃないかよ。すごくない？一瞬びっくりしないけど、なんかすいたな。飯食おうかな。ポジティブとかじゃなくて、いや、真面目な話。充電できないんだけど、ついたの。何行こうかな。なんか朝みたいになってる。昼過ぎなのに小鳥たちが鳴いて、雨が止んで小鳥たちが鳴いて、昼みたいになってる。もう昼なのに早朝みたいになってる。ちょっとやばいな、これ充電できないわ。なんでだ。もうなんか夏が終わった感してるんだけど、台風で雨降って涼しくなって夏が終わった感じがしてるんだけど、腹減ったな。
ザみんなピーザ。セブンイレブンもついに禁止しちゃったね。家賃高かったんだろうな。こんな角にね、コンビニは角に作ったらあかんね。コンビニはもう薄利多売の時代だから、角に作ったら負けよ。あ、ここ一食いてえな。花火じゃねえだろ、花火じゃねえだろ、直振りで、直振りで、直振りで。あ、いっぱいやな、チャリンコ、チャリンコいっぱいやな。ちょっと待つしかねえな。